ロンドって結構あの常識の真逆なんです。1対1なんだけど、はい、近づかない1対1。うわここまで良かったと思うんですよね。で、たかしも飛び込めなかった、はい、ここで近づいちゃったんですよ。ガツガツ行けば一発でやられるし、待ってたら余裕かまされて簡単に決められるし、どうディフェンスする。日本中が今までの時代は自分から仕掛けに行く、うん、あの攻撃型のドリブルだったけど、はい、相手をコントロールしていく、そうですね、コントロール型に変わっていきたいっていうのが自分の思い、はい、なるほど。私たちロンズの活動はゴルフ用品の大型専門店鶴屋ゴルフ、福島県石川町猫鳴温泉、式部の館五つ屋、大阪府吹田市桃山台鈴木歯科クリニック、その他スポンサー様に支えられています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ロンズチャンネルチュートリアル、はい、今日久々に、はい、2ヶ月ぶりぐらいにちょっといろいろちょっと空いてだよね、うん、やってたんですけど、うんうん、やっぱ最後の方めっちゃ面白かった。面白かったね。鬼回しも面白かったですけど、うん、いやまあちょっと今ね、いろんな人と会う機会が多くて、うん、ロンズチャンネル見てますっていうふうにすごい言われるんですよ、うん、でもやっぱあれ難しいよねって言われるんですけど、うん、僕なりの解釈なんですけど、うんうんうん、最近思ったのが、うん、いろんな練習やるじゃないですか。チュートリアルも、うん、俺らのロンズの練習も、うん、今流れてる練習も、うんうん、あれってやっぱり11人制の中でこういう感覚がロンドンに必要だよっていうものをこう例えば33のダイレクトゲームとかやったじゃないですか、うん、ティキタカの感覚とか、まあ、そういうのってそれのパーツができなくてもあんまりこだわる必要はないんじゃないかなって俺ちょっと思ってて、そう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 、例えばそれにとらわれてドリブルで推進できなくなったらその1対1の置き去りあったじゃないですか、あの練習をたくさん多めにやるとか、うん、そう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 、そればっかりになったら、うん、あのダイレクトゲームを入れたりとか、うん、そういうなんかパーツを多分たくさん京沢さんを伝えてロンドっていう大きな枠を作ってるっていうので合体させていくっていうね、結構俺感じるんですけど、それを勘違いされてる方もいらっしゃるから、うん、そのトレーニングができないといけないみたいになるのはあんまり良くないですよね、うん、あ、そう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 、あの要はまんべんなくって俺よく使ってるじゃん。でまんべんなくやっていくと、うん、パッとひらめくのよ。あ、これやろこれやろこれやろって、で全てのベースが餅つきに実はあるのね。そうですね、うん、やり直せばいい。そうですよね。で多分ちょっと話長くなっちゃいましたけど、多分ロンドをやってるチームって、うん、その回すことにとらわれて、うん、一番大事な前進、うん、剥がしに行くっていうところはそうハマりすぎちゃうとかけちゃうじゃないですか、うん、でもトレーニングの中で絶対最初に行かなきゃいけないのはシンプルに崩しなさいっていうことじゃないですか。そう、はい、何やってもそうだよね。そうですね、うん、それをやるから多分決定力も上がるじゃないですか。そうゴール前の絡みとかもそうなんですけど、うん、ちょっとね僕いろんな人と話してて、うん、そういうちょっと誤解をされた方が多いなと思ったんでちょっと言わせてもらいました、うんうんうん、じゃあ今日のチュートリアルは何をやりましょう、はい、今日はね、あの1対1なんですけれど、はい、ロンドって結構あの常識の真逆なんです。1対1なんだけど、はい、近づかない1対1。近づかない1対1、うん、一番大事なのは何ですか、はい、ロンドで一番大事なのは何ですか、今言ってた、置き去り。そう、全身置き去り、うん、だけ近づかない1対1だけどそこを忘れないでやると、はいはい、こんな現象起こりますよっていうのをちょっとチュートリアルしたいと思います。なるほど、はい、今日は一体誰にやってもらえますか。石井さん。俺かい。もう練習でめっちゃ疲れた。わかりました。めっちゃ良かったけどね今日。わかりました。頑張ります。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。リターンスタートで、シュートまで行く1対1にしましょう、ね、リターンスタートでだけど、ね、近づかないんだけど前進はしていくのね。でも近づかないの。でも近づかない、前進はしていくのね。はい、うん、近づかないで前進、近づかないけど前進していく、近づかないけど前進していく。ちょっと守備上げてください、うん、ちょっと一回やってみましょう、うん、何が起こるのか。うわうわあ俺ね結構もうちょい軽くくんのかと思ったら、
おぼっきり取れ高取れ高今めっちゃ取れ高これチュートリアルじゃねえの高志医師今ここまで良かったと思うんですよね、はいはい、高志も飛び込めなかった、はい、ここで近づいちゃったんですよ。あーなるほどね。で今度はここまで来てうまく崩せなかったら近づかないようにしてみてください。なるほどね。ね、近づかないようにしてくださいね。ね、近づかないようにしてください来ないんだ。はい、あーなるほどね、なるほどね、来ない。オッケーオッケー、後出しじゃんけん。じゃあ もう一回やってみて。そう、近づかないようにする。あ、グッはい、戦わずして勝ちましたね。はいはいはい、これでね、はい、触られた親子対決あ、はいはい、今俺が動作大きくなっちゃったから。なるほどなるほど、そういうことですね、うん、まあまあ、ね、まずこれをちょっと意思やってみてください。わ、はいはい、かりました。で隙あらば打っていいから。あ、OK です。さあ、近づかない徹底。おうまい、近づかない徹底。おうまい、うまい要はもう別にそんなガツガツやらない。あ、そうまずこれで、はい、さあ、たかしどうする、ラスト1回今ね、すごく良かったんですよ。近づきそうなところ、やめれたのね。そしたらたかしが来たじゃないですか。ああ、そしたらもう入れ違っちゃう。あ、そうそう、前進をするっていうね。省エネ1対1ね。省エネ1対1、うん、もう一回だけやってみてください。あ、うまいめっちゃ省エネだよね。省エネです、うん、で今度はゆうやリターンしたらガツガツ来てください近づいちゃダメよ、はい、だけどガツガツ全身忘れないで、はい、やっぱ技持ってるねほんとね。いや、ゆうやちょっと比べてみてね。リターンからガツガツね、はいはい、俺近づかないからね、はい、リターンからガツガツね。あ、よいしょ、はい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 。ゆうや、イッシーさんと俺とどっちの方が近づけなかった？うん、なるほどね。要は一発、そうだからこんなんでもいい。俺今あえてやんなかったけど、俺はガツガツ来る相手、もうこのパスでもう見てんのね。こう見て、はい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 、はい、これよくやるよね俺。やりますね、うん、ちょっとスルスルドリブルのあの感覚に近い感じですけど。あ、そういうことです。そうです、ね、そこに答え言っちゃった。あ最後これがスルスルドリブルにつながってくる感覚ね。全てが近づかないことが分かってっから、分かってっからよし、もう一回やってみてください。これ 1,2 歩近づいて、お、うまいってことはガツガツいけば一発でやられるし、待ってたら余裕かまされて簡単に決められるし、どうディフェンスする。はい、うまいねうまいね、うん、もう一回だけやってもらっていいですか。これで終わり、はいはいはい、うん、今やっぱさすがうまい、ね、いやいや、前進もしてるし近づいてもいないし前進もしてるし、あー今のは相手しちゃった。今のは勝負しちゃった。あ、勝負しちゃったんですね、うん、だから一番最初の今2パターンやったじゃないですか、はいはいはい、今レイカ来て あんまり来なかったから、だからこう来たのに対して、
これ勝負しないわけですよ。あ、来たみたいな。あ、ごめん。うん、そう、勝負しないわけですよ。それもう一回やらせてもらっていいですか。あ、いい、うん、うん、来なかったら、はい、逆にまた歩いちゃえばいい。あ、なるほど、うん、来たら、そうそうそう、離れた時に。あ、なるほど。そう、あ、うまい、うまい。でも、でもまあまあちょっと手数かけすぎた。手数かかっちゃったけど、でこれが要は餅つきなんですよ。あの要は釣り出しを使ってるんですね。うん、これであんまりガツガツ来ないからね、ね、こう釣り出しを使ってつく釣り出しね。あ、はい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 、つく釣り出し、つく釣り出しみたいな感じ、はいはいはい、ほら俺52歳であれだけど息上がんないじゃん。省エネで戦えるっていう。なるほど。で1人でこんなやる必要ないですよね、試合。そうですね、いちいちになったらもうはたいときゃいい。まあそこでちょっと時間作ってフリーな味方使うとかね、いろんな使い方があると思いますね、うん、これは無理して勝負しなくて。そうですよね、うん、っていうことで、はい、今日はチュートリアル終わりたいなと思います、はい、ありがとうございます。はい、ということで今日は近づかない1対1をやりました、はい、まああのチュートリアルの途中でおっしゃられてたんですけど、うん、あの日本にはね、うん、素晴らしいフィジカルだとか、そう、スピードだとか、うん、テクニック持ってるね、うん、選手多分たくさん、全部大事だよね、全部大事だと思います、うん、そう、ただ次のステージに行く。そうですね、そう、結構僕思うのが、うん、ドリブラーでやってた選手って40歳、うん、50歳になるとプレーできなくなっちゃうんですよ、うんうんうん、だけどこういう感覚を持てば、うん、もう50歳だろうが60歳だろうが若いやつ相手にこう間合いを覚えておいて、はいみたいな、うん、そうことができる人が増えていくんじゃないかなと。それともう一つが、はい、自分がプレーする時もそうだけどスルスルドリブルやるじゃないですか。スルスルドリブル、要はドリブル好きな人はスルスルドリブラーになっていけるんですよ、はいはいはい、だからこのパワーの利用の仕方が上手な人がちょっとあんまりいないかな、うん、自分で技をやって剥がすのは上手な人いるんですけど、そうそうそう、来てくれるものに対してはいってこうポンっていける人があんまりそういう感覚を持った人がいないんで、そういう感覚をある人がそれを持てばもっと最強になるんじゃないかなって。そうっす。要は日本中が今までの時代は自分から仕掛けに行く、うん、あの攻撃型のドリブルだったけど、うん、はい、これからの時代、次のステージにはコントロール型に変わって、コントロール型、そう、相手をコントロールしていく、そうですね、コントロール型に変わっていきたいっていうのが自分の思い、はい、なるほど。で最後の締めとしてはこういうドリブルを覚えることによって、まあ何回も言ったけど、あの省エネで戦えるわけじゃないですか、はい、選手としての寿命が伸びる、でそれから大きな怪我が比較的なくなっていく、うん、こうガツ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 バチンっていうのがあると怪我が増えて結局サッカー楽しめなくなって、うん、近づかなければそういうことがなくなっていく、うん、無駄な戦いしなくなっていく、はい、ってことは僕はあのより安全に戦えるようになっていくと思うんですね、はい、そういうねサッカー楽しみながら安全に、やっぱ体の安全、怪我ができるだけないように、そういったところにも僕は必要なんじゃないかなと思うんで、ぜひ皆さんにね身につけてもらいたい。生涯笑顔のフットボールって感じですよね。そう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 、そういうこと、そういうことです。楽しく最後まで、はい、ね、フットボール楽しみ、フットボール楽しみましょう。はい、はい、ということで、はい、近づかない1対1、はい、どうも今日はいい学びになりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや素晴らしい。石井さん素晴らしい。今日全て素晴らしい。チャンネル登録、高評価、コメント、はい、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。よろしくお願いします。あ、わー最後に噛んだよ。